Hey yo! ケンツムシュー!実際今日もね、やっていくんですけど、今日はですね、まあ、ジャイが、まあ、前シーズンバカ強いって言われてたんですよね。で、今シーズン変わって流行ってる形がこれ。はい、進化ウィザードボンバーの、まあ、ジャイだったりとか。まあ、あとはね、これ矢の雨ボイドなんだけど、ファイボスアップボイドだったりとか、まあ、いろいろな形が、あります。まあ、ただジャイがね、まあ、かなり強いよといったところで、まあ、今シーズンも強そうだよね、ジャイはね。なんか、ダガーガールは結局、まあ、昨日使った感じ、その、強みはそのまま残ってたんで、まあ、高回転が少ない、まあ、ジャイとかでのゴリ押しが強いってことを考えると、まあ、こういうのデッキが熱いのかなとね、いうところで、使っていこうと思います。ということで、頑張ってやっていきましょう。まあ、なんか今シーズン俺は最終的にジャイ着地かな、デッキは。まあ、人気とかでも巻いたいけど、ちょっとダガーガールがね、やっぱ強えんだよな。そう、ダガーガールやっぱ強え。そこに対してどう抗うかかなーってところではある。ジャイは、そのボイドの影響をそんなに受けなくて、これスキルちょっと、こんくらいで使って、ウッドのような役割もしていこう。キング起動は、まあシンプルにこうやって受けてあげつつだな。でジャイ出して、まあ、ボンバー出してボイドかな。頼む。いやーこれ強い。これなんだよね。これでこのジャイがちょっと残んのが熱いで、矢の目飛ばないから、まあ、ここはステイか。プリンセスタワーじゃなかったら折れてたけど、まあ、プリンセスタワーの強み出されたね。そう、このボイドでくり抜けんのかな、マジ熱い。矢の雨までセット打てたらインフェもっとね、飛ぶしね。まあ、だからあそこ延命されるのがちょっときつくはあるよな。次、進化新鋭隊か。進化ウィズ、いるし。これはもう相手苦しいだろう。レイジで飛ばすものの、タワー自体は折れる。まあ、リトプリ出して、スキル使いつつ、ウィザードも出して、これがね、矢の目で飛ぶんだよね。けど、スカってしまった。けど、スカってしまった。はい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 。まあ、一旦ケツか。一旦ケツで、まあ、強気に来るね。まあ、ボイドを使って、で、この盾の戦士飛ばして、いや、強っ。いや、グッドゲーム。ちょっとね、矢の雨のエイムとかはね、ちょっとしょっぱかったんだけど、まあ、ボイドでくり抜けるのが熱いんだよな。基本的な天敵は全部ね。まあ、あとは、俺やっぱトリトンがね、悪いと思う。その、ダガーガールトリトンが強い。強すぎる、ちょっと。あとは、ウィズも使いやすいし、まあ、このね、ジャイデッキってすぐさ、ポン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 形組めるから、ボイドに対しても、割とね、形組めちゃうっていうところで、結構熱い。なんかボイドが天敵なのってここボイドでしょ。うん、バルーン単体完封できるからな。まあとりあえずギトプリスキルだけ使っといて、まあボンバーはね結局サイクル1増えたけど、まあ使い勝手はそんな変わんない気がするんだよね。
まあ、高回転のドギグトビネとかだとちょっと話変わってくるけど、結局2コストでウッドで死なないっていう部分とかが、まあ、強い。まあ、欠場するか。ネクロね。ネクロダクネがいたもんな。まあ、ウィザードがそこら辺に対してのメタになるからな。トリトンも使って守ってあげて。まあ、ヤーメはちょっと待つか。まあ、リトプリ出して、ボンバーとかでちょっとチャンニゴしつつ、オッケー。で、バールの単体はマジボイドでいけっから、進化ウィズと進化ボンバーが出揃う、ここだな。短期バルーンは絶対来ない。ウィザードまずつける。いやー、ボイド繰り抜き前だな。悩むねー。ああ、ボイドで抜くか、ここ。いやー、延命された。バルーンちょっと怖いな。ただ、守れた。で、ジャイ重ねる。で、スキル使う。で、ノックバックで弾ける。矢の雨でやる。ボイドであって、ハゼロリアル、ハジケロシナプス、GG アンザスと。はい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 。やっぱね、俺、進化ウィズ、クソ楽しいんだよな、使ってて。なんか、ノックバックでさ、ボフンってなんだか強え。ジャイウィズ強いな。だし、なんか、ボイドやっぱね、リスクはあんだよな。わずかなリスクだけど。今このトロフィー隊だから多分通用してるけど、もうちょっと考えて多分展開していかないといけない気がするよね。おもろい。ジャイデッキ結構好きだから、楽しいな。スケラがちょっとどうなるんだろうな。いやー、まあ、墓石とかあるしね。まあ、リトプリでちょっと後ろから様子見つつ。まあ、ジャイ、こっち展開？で、墓石切った。トリトンウィズまで行くか。オッケー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 。うん、いいダメージ入ってる。もうこれがさ、シンプライでもバカしんどいと思うんだよね。矢なめもあるしボイドもあるから、墓石来てもどうせだし、強いね。決まったまである。でもボイド、ここら辺に来るアイウィズにぶっ込むとかでもいいし。いやー、グッドゲーム。まあ今シーズンもじゃいかな。なんだろうな、まあ、ドリルは唯一の高回転ではあった感じするしな。なんかホグロケ砲とかがさ、まあ、一応強くなったけど矢の前飛ぶし、結局難しいとこ。マジで。ジャイの殴り合いか？ペッコがすごい。意外とスーパーレアまで来た。おっつ！久しぶりにいいの引いたわ。
ペッカ工場ウィズとかもちょっと熱いと思うんだけどね。まあちょっといろいろね、また環境の推移を見てね、デッキも紹介していこうと思うんで、楽しみにしててください。今シーズンはね、トラゲ生放送もね、まあ月曜日とかにやろうかなと思ってるので、そこでガッツリ上げたりとかね。割とマジで欲が溜まってる、トラゲ欲が。ファイボザップ。まあトリトンで様子見か。なんだろう、ナイトファイボザップって。まあジャイかな。ちょっと行くか、これトリトンいるな。ここくり抜かないとね。オッケー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 。で、こうだなぁ。いやー、トリトンいねえじゃいわね。もうね、ミラーでこうですよ。ああいうなんか、ネクロとかをぶっこ抜くのがマジで強いの、ボイドは。デッキとしての完成度の差かな、今回の試合は。まあ、進化ウィズ後ろから出して、もうあと形ポンポーンって組むだけか。強い。なんかディガー型とかもあったんだけど、まあ結局もうこのゴギゴギで組んだ方が強そうだな。いや、ブラスターも流行るんかな。なんかダガーガールが強いんだよね。やっぱ無視して、その、ノーダメで抑え上げる場面とか結構あるじゃん。ライドラとかベビドラとかみたいなやつに対してもね。あれがまあちょっと便利すぎるよな、クラロというゲームにおいて。エリポン系は減るけど、結局ジャイデッキってエリポンなくても生存できるからね。まあ、キング起動してあげて。ジャイつけとくか？えい。矢の雨。打っとくか。今のリトプリはね、ま、なんだろう。なんか、ま、なんか首読みかな？俺の予想はメガナイトだったんだけど、ちげえのが出てきた。いや、こういうのもボンバーで、よいしょと。強っ。強い。俺はこの J デッキだ。しばらく。まあね、環境変わったばっかなんでいろいろ使うんだけど、まあ J でガッツリ上げたいね。となると、まあミラー対決なんだよな、大変なの。トリトンにボイド打っても結局引っ張られるからな。まあこういうデッキ同士のミラー対決はなんだろ、ユニットでカウンターかな。ボイドやなめだからなんか残した方が勝ちみたいになるな、ユニット。トリトンで攻めてあげて。ダガーガールあいつだとね、まあこういうようなね、ユニットのつなげ方をしてて、チャンスを逃さないのが大事。さあ来ました、進化ウィズ。矢止め飛ぶんでね。これでくり抜きつつ、おお、すんげえとこまで飛んできたな。ウィザードが強い、強い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 。ウィザードが強い。
強いな。いやー、まあ、展開行きたい人とかね、まあ、よくコメント来たりするんだけど、展開目指してますとか、まあなんだろう、数字つくとこまで行きたいとか、まあそういう人に対して、おすすめできるのはこのジャイかな、今シーズンは。まあ今シーズンもかな。明らかにね、ホットです。まあ、ただちょっとデッキの敷居が高い。課金しないといけないカードがちらほらありますね。いやー、なるほど。まあ、トリトン出して。まあ、ボイドまで今いかねえと、ダメージは結構強烈だって気すんな。まあ、ヤナメも一旦待つか。フェニカ、ウィズか。すごいデッキが来たな。いや、こういうデッキになんかホグでワンパンされるのがマジで結構ね、ダガガールってあるから、今ホグ使うなら、なんかやっぱ、ぶっ飛んだホグデッキの方が俺熱い気するんだよな。それでホグ入ってるま、みたいな。ボンバー出しつつ、うわーできんか、まさかやめて。いやー、どうなんこれ。オッケー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 。始まりポンポンで折った時が気持ちいいよね。エリババとホグとベビーだよね。防衛ボイド大事だな。まあ、ボンバーで逆サイのケアだけしといて、相手結構きついよな。ボイドどこに使う？プリンセスとか 2発だもんね、これでね。ウィザードが止まんねえ。グッドゲーム。気持ちいい。これちょっと明日展開まで上げとくか。もう分かったからこのデッキは強すんの。まあ、展開まで上げてちょっと取ってみるかな。多分またジャイ同士のミガ対決とかそこら辺を見たいはずだし、ちょっと行きますか。うわー、すんごいね。おい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 、10個スイキできたぞ今。334つってギャングすごかったな。でもいい攻めだな。に対してこっちは8コス出したもんね。オッケー。ジャイボイドまで行くか俺。引っ張れい。まあ、柳目はまだ待つか。キング起動した方が勝ち高そう。柳目をどう使うか悩んだな。テスラ進化じゃないな、あれ。てか今ね、進化テスラの死亡時パルスってのがそのバランス調整で追加されたんだけど、それがね、
発生しない不具合が起きてくるらしいんだけど、そう、不具合なので気にしないでくださいっていう話。けど、いるかって感じだよね。進化テスラの死亡時パルス。なくていいぐらい強いからな。もうホグがかわいそうだよ。メガナイトかな。折れるんだよね。ダガーガール気づいたら折れてるわ。で、左側に舵を切っていき、いや、進化の巨峰飛ぶのマジ楽だわ。まあ、ボイドもこういう使い方ができ、まあ、あとも守備表示で固めるだけ。強いねー。はい、ナイスゲーム。ちょっと次ラストにすっか。いやーん、気持ちいいね、やっぱ勝てると。勝てるクラルワーはね、面白い。だし、ウィザードが好き。あの、爆発で吹っ飛ばして処理した時の快感がやばいわ。さあ、まずウィザードから。ボイドがね、なかなか使わないんだよな。もっと打ってった方が強いかな。いやー、これちょっと怖えな。ああ、来ました、ボイド。ちょっと、柳目のエイムが、マジで終わってる、ロキホーに対して。ちょっと見せかけた、キングギドです、これ、実は。生存。生存させることによっての、まあ、キングギド。これ気づけた人結構いないと思うんだけど。柳目もうちょっと置くか。ボイド中ね、相手。これですね。絶対ボイド打ってくるんで、延命しましょうか。一発撃たれた後に延命したい。これエリクソなくね、相手。どこに隠し持ってんだよ。行ってみろ。すみません。よくわかりません。いやー、その時ドン強いよー。でも。いやー、ボイド、もうちょっと先に形組んでいいか。一旦これでね。トリトンに引っ張りさえすれば OK ですから。面白いね、ジャイ同士の試合。まあこうか、 OK。 いやでもさ、3発だったら意味ねえんだよな。もっと固めないとダメか。こっちだ。それがちょっとまずいんだよな。
いやー、そうなんだよね。もう一回耐えようか。ファイボも来るよな。これボイドです。オッケー。やっとちぎった。早くだろ。オーケー、ジジイ。まあ、ザップあると、多分トリトン相手の身側でのザップボイドで、まあ、消し飛ばせるって感じかな。まあ、というところで、まあ、ジャイがね、今、とにかく、強いといったところで、まあ、ウィザード入り。まあ、マジで必須なのこのトリトンかな。俺が個人的に思うには。ぜひ、使ってみてください。めちゃめちゃ強いので。ということでね、頑張っていきましょう。以上、おつみしバイバイ、またねー。